合国来合の国、星に。日本列島だけがなぜか異世界転移してしまい、四本腕の蛮族の軍団が日本を蹂躙し始めるという感じのシナリオ。敵の兵装は戦国時代だが、圧倒的物量によって日本壊滅しちゃうな感じ。主人公はそんな四本腕の蛮族を幻覚で見ることができるようになってしまった障害を持つヒッキーであり、長年幻覚の四本腕の蛮族に殺されれるという悪夢に苛まれていた。そこで12年引きこもってイメトレと筋トレをして、その四本腕の蛮族特化型のオタクになったら、その四本腕の蛮族たちが日本列島に攻めてきたので引きこもっていた時に食事の世話をしてくれていた。メインヒロインの政府のスパイのメスと共に4本腕の蛮族と戦うというシナリオ。サバイバルとバトル要素を引き付けたような作品であり、至る所に存在する蛮族たちから逃げつつ、エンカウントした蛮族を処理しつつ、前半はメインヒロインの女スパイの上司のところまで向かうという、ミッションをこなしつつ、ミッションの内容が変化していく感じ。その過程で4本腕の蛮族がなぜ出現したのか?みたいな部分がやんわり深掘りされていく系のウォーキングデッドのような作品。ウォーキングデッドよりも敵は組織的に行動する蛮族なので、そこをどう切り抜けていくのか?という設定が楽しい。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。